密かな話でございますが、今の我々、たった一人じゃないから、収録の人で、キャラメルがいい。よっしゃーい、カジノ、はい、カジノ、はい、カジノ、はい。バレちゃったんじゃねえか、もうカジノ行ってんの。はい、あっちゃんもいますね、どうもね、あっちゃんと、本館と、申し訳ございます。よっしゃー、疲れ切ってます。で、なんとですね、我々今、カジノにある、カジノのある、ラスベガスに来てます。そんで、まあね、作戦会議ですよ。はい、ね、で、僕はね、それね、必ず、あー、今日終わってからだな、反省会も組みます、撮りたいんだけど。果たして勝てるんだろう。ね、ラジオ漫才部、始まって以来のカジノロケでございまして、はい、誰が勝ったか全部報告しますのでね、はい、いいですか、うん、本当に皆さん真剣勝負で、このラジオ漫才部ね、カジノを通じて皆さんと交流されてもらって、はい、それではよろしいですか、皆さん。はい、乗せて、いきますよ。はい、ラジオ漫才。いやー、ありがとうということでね、いやー今回すごいですよ。なんとね、うん、私が初めて天敵を得ました。はい、ね、今まで誰をも勝たせた人間、はい、それがなんと、はい、小田地君だけが、はい、俺まで来る、うん、いやキングボンビー、キングボンビーでーす。本当ボンビー似合うよね、本当に。昔さあったと思わない、なんだっけ、あの、あ、桃太郎ね、そう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 、入りましたね。でね、ボンビーの元々のあれって最初は何、パチンコやられてんのが、え、パチンコ今はやってないの、今までは。今はやってないです。やってない。昔それでまあいろいろありまして、さすがに狂った。まあまあたったの240万負けたぐらい。すごいですね、笑えね。でもさ、コンビニで買い食いで130万使ったやつもいるからね、伊藤博美。すごいよこれ。なんじゃそりゃ、うん、でも勝ってる時もあったもんね、同じね。勝ってる時は、勝つ時あるんだよ、それはね。勝ってる時はお笑いライブに、うん、あのタクシーで来てました。あ、そうです、ね、マジっすか。1ヶ月で120万勝ちましたから。ああ、それで220万負けたんだ、ね。そこから300いくら負けて。そうですね。で、結局240万。ちなみに本館もやられたっていうけど、はい、本館どのぐらいやられたって感じ、あの、その、一時そういうのがあったっていう。いや、もう可愛いもんですよ。2万ちょっとですよ。かわいい、そんなのかわいいね、ほんとに。かわいいな、わかわいい。問題なのは、うん、あのまだ20歳になる前だったってことです。ああ、そう。じゃあ、おまわりさんになってからやんなかったの。はい。わかんねえよ。わかんないな。まあ別に、あれ、パチンコって18歳だっけ ?18 です。18歳未満だね、はい。だから OK なんでしょ。まあ、高校の頃は。ああ、でも今だからいけるみたいな。OK、OK。めっちゃ怪我するもう自己が。よくわかんないですね。だから小遣いでやってたからシャレにならなかったんですよ。今なんか。小遣いの2万ってないな。バカだね。好きなんだな、ね。あれね、でも一番いけないのはね、小遣いの2万ってのは、その後金がなくなった時、母親の財布から抜くっていう行動が多いんだよ。あれがいけない、やっぱり。うん、でもね、その母親の財布から抜かれするためにアルバイトをしっかりさせるとかあるんだけどね、高校生でもね。いやでもね、それぐらいギャンブルは怖いんですよ。はい、このラスベガスは怖いですよ、やっぱり。本気になってるとね、やっぱりね、どんなになっても勝てなくなったら勝てない。どんなに倍掛けしてやってても勝てない。ルーレットでもそう。ね、それがラスベガス、その中に挑戦します。はい、これ真面目な話、ちょっとラジオモンジャックだけで言っちゃうけど、はい、うん、実際ね、俺が昔、林くんね、昔ウィザードインの林くんと一緒に、はい、うん、キノの必勝法を作ったんだよ。キノ、うん、キノってゲームをね、うん、で俺ね、うん、必勝法メーカーなの。おー、ものすごく有名な必勝法メーカーで、有名なの昔ポーカー賭博ね、あの日本でずっと流行ったポーカーゲーム賭博とか、麻雀ゲーム賭博ってあって、機械のマシンのやつ、 あれって実を言うとアルゴリズムを逃がさない限りは必勝法があるんだよね。でどうしてかっていうと、客をいっぱい呼びたいから、あ、これすっげえ真面目な話になったっていいんだろうかな。いいですよ、もう客を呼びたいでしょ。そうすると、ヤーさんたちは、そのゲームだけじゃなくて、フォーカードが出ました。賞金5000円、うん。ね。ロイヤルストレートラッシュが出た賞金何万円、10万円とかつけるのよ、うん。ね。で、ダブルダウンする。ダブルアップするわけ。うん、大か小かやって、外れるとゼロになっちゃって、当たると倍になると、はい。ね。ところが、当然、何でもそうなんだけど、負け続けると出やすくなって、勝ち続けると手が渋くなるでしょ。うん、それを使ったんだよね。で、藤沢でね、まあ、そういうポーカーゲームのやってるところで、うん、要するにフォーカードが出ました、はい、賞金もらえるね、うん、叩いちゃうんだよ、ダブルアップ負けるまで。うわ、なるほど。でダブルになるよね、うん、で負けるよね、ダブルになるよね、あ、勝つよね、勝つよね、ダブルだね、うん、負けちゃう、トゥルトゥルと音が鳴って負けに入るでしょ、うん、そうすると負けのクレジットが溜まってから次にいい手が出るんだよ。ああ、うん、ね、それでまたフォーカードが出たとか、うん、ね、ストフラが出ました、8000もらえるわけ、うんうんうん、結局その賞金はデジタルじゃないじゃん、はい、だから賞金だけもらってダブルダウン叩いて、最後いっぱい叩いて入れて十数万持って帰れる。
はあ、もう当然ヤクザ目つけられたよね、当然それ必勝法許さないんだからヤクザってのは、うん、あれはちゃんと負けてお金払うものだ、うん、それでね拉致されたことがあってね、大変だったよ、なんかあったの昔、あそれの時の話なんですか、うん、いや拉致いっぱいあるよ、いろんな あとだって飲み屋使った必勝法も作ったんですよ、競馬のあれを飲み屋の勝ち続けて払ってくんねえんだよ、負けた時だけしか取らないのが競馬の飲み屋だから、うん、必ず負ける人にはたまにちょっと払うんだよね、うん、いっぱい必勝法があってね、まあとにかくポーカーゲームとかそういうのは、で最近になってその必勝法が、最近っていうかそのまあ20年か30年前だけどその最近ね、うん、なって、うん、あのあれが溜まったとしても逃がす方法になってね、うん、要するにクレジットが溜まって大きな役が出るようになっても逃がすような、うん、プログラム入れられたんでできなくなったんですね、本当、うん、ね必勝法ってあるんですよ、はっきり言って、はい、すごい、だから今はそのブラックジャックって実際必勝法が本当にあるから、うん、それじゃあもうダメだっていうんで、役を作って、ね、例えば7が3枚トリプル7だったら3倍つけるとか、うんね、または5枚引いた7枚引いた時には何倍とかつけて、でなおかつ10を抜いたブラックジャックをやってるんですよ今、 10使わないんです、それちょっとそうすると絵札の確率が変わって、うん、あの親がドボンしづらくなるんだね今度、うん、そうなんだ、ドボンが使えなくなるの、これがゲンティンハイランド言ったら分かるけど、はい、ボントンポントンとゲームね、あれで8番負けました、はい、ああポントンはだから必勝がない、まだあだからないやつはやらなきゃいいんだよ、うん、分かりやすいことね、うん、だからまあそんな形でね、あのギャンブルっていうのは真剣に追い詰めていくと相当こんなラジオマンジャックでやるような話題じゃないようなぐらい、うん、あの真剣なものになるんですよね、娯楽もね真面目にやっぱりね向かっていかないとね、そうよそうですよ、はい、真面目にやってというわけで、珍しく勝っちゃったらどうする、同じくらいこれ人生ちょっとやっぱりさ、例えばさ、なんか話しちゃって千なりぐらいやっていいんだけどさ、10万以上買っちゃったするよ、なんかとんでもないハマっちゃって、どうする、やっぱり帰れないですね、負ける方向に行きます、バンコク行ってポセイドンですか君はいやいやいや残したよ、ようやくまあいや、でもね、ほんとね、たまにすごいのがいるんだよ、波入っちゃうよ、だけどブラックジャックってのはほらバカ勝ちがするものじゃないじゃない、うん、その代わり疲れるけど勝った時の充実感は勝負に勝ったってイメージがあるから、うんね、長期戦なんだよね、ちょっとそうなんですよ、もうだから俺なんかさ精神的に疲れちゃうね、あのブラックジャックゲームってのはね、だからもうあんまり嫌なんだけど、やっぱり一時ね本を書きたくて、ブラックジャックの操縦者からね、それでシュートに書かそうと思って、シュートに伝承しようと思ってやり方を教えたんだけど、シュート君自体がもともとギャンブルあんまり好きじゃないんだよな、どっちかっていうとね、あそうなんですか、そう、そんなに、うん、でギャンブルのそのプロセスと俺の買って財布にね現金入れてるの見ると羨ましい、やっぱな、それな昔、ね、だからやろうとするんだけど、やっぱり性格的にギャンブルに向かないから、うん、本書けるとかいかなかったんだよね一回ね、今日は頑張るぞ、頑張ろう、よーしゃ、もうやるんすか、いくらかチャンネルもうギャンブル懲りてるから、だから俺みたいに1000ドルをね、あの作ってさボコっていくことできないんだよ、うん、だから俺も一回考えちゃってさ、もうずっと勝ち続けるって辛いのよ、うん、ある白鵬の気持ちをよく分かって、うん、マジで、だって1回負けたらそれ記録終わりだから、もう1回ボコボコになって負けちゃって終わりたいと思って、うん、シュートと一緒にやって、やっぱり俺がやっぱり一発500ドルとかな、でっかいのバン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 かけんだよ、ダブルダウンと かシュートマジっすかあの世界入っちゃって、うん、でも負けなかったんだよあの時な、結局、うん、マジで、つまり敗北を知りたいということで小田路さんとコンビを組んで、そうですね、いやだからさ、ここまで、ね、いくらでも敗北してる、ここまで勝ってると負けるわけいかなくなっちゃって辛いの、そう、ね、辛いんだよ、もう負けたいんだよ、僕といると辛いってことみんなと同じようにたまに勝ってたまに負けるぐらいの方の方が幸せなんだよね、もうみんなが俺が上には絶対勝てると思われてるけどさ、まあマシは勝ってたから、ね、やっぱあれ辛かったね、うん、本当にだからやっぱり必勝法を作るのが俺のやっぱりその仕事みたいなもんだから、なんだろうね、これは話をすると言えない話がいっぱいあるんで、ね、現役で戦ってるいろんな人たちのアドバイザーですから私はね、うん、だから本当に言えないんだけど、あ今ちょうど将棋もやってるしね、今日からか、はい、大変ですよ、ね、私は見てからかな、はい、ということで我々は森内、そして森内先生と羽生名人のこのね今将棋の横でラスベガスやる、はい、もう森内も好きだからねギャンブルのやつね、あそう大好きで、独特な勝負感戦う、強いよ、うん、全然強いでしょうね、そういうのね、話にならないぐらいやっぱり勝負をよく知ってる、やり方違うけどね、はい、さあそういうことでありがとうございました、これからみんなでね我々はカジノに行きます、その後デビットカパーフィールドゴチになり行くんだよね、君たちいいね、そうなんですよ、はい、シュート君のお金かよこれ、ありがとうございます、ありがとうございます。
さあということで誰が勝ったか負けたかは後で僕がちゃんと報告をするということで、はい、困った時の神頼みで報告したいと思います。よろしいですか。はい、はい、それではどうもさよなら。ありがとう。どうもおださ。この番組はあなたの街のエンターテインメントウィザードインがお送りしました。